ソユーズ TM-7 は、ロシアの宇宙、ステーションミールへの7度目の往来である。当初の打ち上げ予定日は11月21日で、あったが、フランスはミッテランが打ち上げに立ち会うために延期された。ミールを訪れた3人の宇宙飛行士の中には、2回目の、フランス人のクレティエンが含まれていた。チトフ、マナロフ、クレティエンの3人が、ソユーズ TM-6 で地球に帰還し、 ボルコフ、クリカレフ、ポリアコフの3人がミールに止まった。1989年4月28日に彼らはミールを離れソユーズ7号で地球に帰還した。ソユーズ TM の着陸システムは有効に作動し垂直方向の速度は落ちたがクリカレフによると着陸地点に強い風が吹いていて水平方向の速度が十分落ちなかった。結果として 再突入カプセルは側面をすりつけて止まった。激しい着陸により、クリカレフは膝に軽傷を負った。ソビエト連邦とアメリカ合衆国以外の人間が初めて宇宙遊泳を行う準備のため、12月8日に行われた47、各国の外交官とのテレビ会談は途中で切り上げられた。12月9日にクレティエンとボルコフはマルチポートドッキングアダプタを減圧し、 宇宙船の外に出た。クレティエンが先に出て、手すりを取り付け、続いて 15.5kg の実験用ラック、エイシャンティオン装置をバネとフックを用いて、手すりに取り付けた。また、ラックからミールへの電源供給のための電線を取り付けた。エイシャンティオンは、フランス国立宇宙研究センターが開発した、宇宙船エルメス用の5つの実験装置を運んだ。ボルコフとクレティエンは、 その後、2 4 0ラムの欧州ロボットアームの装置を取り付けた。彼らはまず課題を手すりに取り付け、エラとミールのコントロールパネルを接続した後、折りたたまれたエラを機体のサポートアームに取り付けた。エラは伸びると直径3 8メートル深さ1メートルの平たい六角中の構造になるようにデザインされていた。ミールの中では、 クリカレフが構造を展開する指令を出したが何も起こらなかったがボルコフがエラをキックすると正常に開いた。クリカレフによるとエラを外に出したことで宇宙船内の混雑の問題が解消したという宇宙遊泳は5時間57分間続いた。乗組委員はピンクフロイドのアルバム光パーフェクトライブのカセットを重量の関係でカセットボックスから抜き出して 機内に持ち込み、軌道上で楽しんだ。これは宇宙空間で最初に聞かれた音楽作品だと考えられている。ピンクフロイドも打ち上げに立ち会っている。ありがとうございます。